サウンドステーツをご覧の皆様、グッドイブニング、ミッシェルです。さて、今晩のゲストは古澤武さんです。2018年4月1日東京日本橋三井ホールで行われた一夜限りのスペシャルライブをお送りします。本番直前に少しだけご挨拶に伺いました。まっすぐに一歩一歩歩んできた武さんの姿、そしてこれから始まるステージにワクワクドキドキしてしまいました。たけしさんを支えるバンドメンバーは、ギター坂本夏樹、キーボード新藤貴俊、ベース斉藤光孝、ドラムス浜崎大地、ぴったりと息の合った素晴らしいメンバーです。アジアを中心に活躍する実力派アーティストをご紹介するサウンドステイツ、スマイル、ドリーム and music sound states。 春の香りに街は踊り、道の向こうぼんやりと霞み、忘れてはいけないことも知らないうちに霞むよ。風が運ぶ便りを開き、ずいぶん会ってない君思い、なんとなくやりきれない今を、遠い空へ飛ばすよ。君に出会った季節の真ん中で、あの日と今を重ねどこにいたって一人じゃないことを、ここにいない君にまた教えられた。命を燃やす花のように、散っても美しい花のように、僕はもっと強くならなきゃ、もっと強くならなきゃね。何も果たしてないことに気づいて、君との約束を握りしめて、花びら舞う道を歩き始めるよ。新しい笑顔で、
重ねどこにいたって一人じゃないことを君にも伝えたくて僕は歩き始めるよ。4月1日、ここ日本橋三井ホールへ来てくれたたくさんの笑顔を一緒に今日ここで咲かせるために、僕らはそれぞれの力を持ち寄って一緒に音を奏で手を叩き、それぞれの力を集わせる。さあ立ち上がれ日本橋のみんな。立ち上がるシーンは限られているぞ。一緒にいい笑顔になろうじゃないか。春が来たな、春が来たな。仲間と呼べるみんなへ、僕と皆さんはアーティストとお客さんじゃない、仲間なんだ。いくぞ日本橋三井ホール、最後まで楽しんでくれ。汗にまみれた願いの果てに、僕らが出会った意味をさあ見つけに行くのさ。仲間だろう心配すんなよ、君らしく笑っていこうぜ。仲間だろう心配すんなよ、最後まで君を見てるぜ。
夜に眩しい朝日なんてとても想像できないだろう。言葉や思い出に慰めを求めてさまよい続けるもんさ。ただ一つだけ君に宣言しておこう、仲間と呼べる君に。僕は君を知ってる、誰よりも信じてる。ねえ君はどう？仲間だろう。心配すんなよ、君らしく笑っていこうぜ。仲間だろう、心配すんなよ、君らしく笑っていこうぜ。
こそいらっしゃいました。古澤武史です。本当にありがとうございます。日本橋三井ホールね、古澤武史にとって2度目のホールワンマンライブということで本当に特別な日、今日はねとにかくみんなに笑ってね、泣いて笑って、いろんな感情の中で、春をスタート、する、時間を今日お届けしたいという一心でここに立っております。最後まで楽しんでください。どうぞ。
alone. Believe me when I beg you. Don't ever leave me alone. When you tell me you didn't need me anymore, I'm ready now. I nearly broke down and cried. When you tell me you didn't need me anymore, ready now. I nearly broke down and down. Never make it alone. Believe me when I'll tell you, I never do you no harm. When you tell me信じておくれ、もう傷つけたりはしないから。では早速古澤武史さんにお話を聞いてみましょう。武史さん、ようこそいらっしゃいました。どうもよろしくお願いします。ご無沙汰してます、古澤武史です。はい、はいはい、もう今皆さんには5曲聞いていただいたんですが、うん、はい、何か印象に残ってるパートとか場面とかってありますか？その1曲目にその弾き語りをさせていただいたんですけど、ここには結構自分なりのメッセージがあって、4月1日だったんでですね、一歩目を踏み出す、一人きりでもまず踏み出そう、そしたら仲間たちが集まるよみたいな、そういう仲間だろうへのなんかこう隠れメッセージというか、そういう自分の中でも、メッセージもありつつ、1曲目を始めたんですけど、まあ緊張してましたねそんな感じしなかったですか？そうですか、はい、いや自分の中でもガッチガチになる気持ちをなんとかみんなのことを信じて声を第一声に出した時の、あの会場の皆さんのその温かい、なんていうんだろう、エネルギーが僕の方にこう流れ込んでくる感じ、一気に会場の空気がパッとこう花開いた、あれが忘れられない冒頭でしたね。でまあその後はね、バンドメンバーの人たちがもう仲間にこう加わって、仲間だろ、心配すんなよっていうのを、客席にいらっしゃる皆さん全員が仲間になったような気持ちに、もう2曲目ですでにこう一体感をね、持ってほしかったので、はい、大成功だと思います。本当ですか？はい、よかったです。そしてその5曲目の部分で、うんうん、はい、Oh Darling、 いきなり
すごい雰囲気も変わったし、そうですね、すごいシャウトしてたし、まあ、カバーですね、そうですね、ビートルズ、はい、まあ、本当自分のルーツとしては本当に大好きな曲で、テーマ云々というよりはもうこの曲やりたかったっていう、もうひらめきだったんですよすっごい盛り上がりましたね、うん、そうですね、なんか男気が男性のお客さん中心になんかこう伝わっていったような、そんな気がしましたけど、ね、バンドメンバーも今回はすごくまた揃っていて、はい、まあ、僕が心からこの信頼と尊敬を寄せる浜崎大地さんと、斉藤光孝さんと新藤貴俊さん、新藤さんはこのサウンドステーツの中でも、ピュアアコースティックという会がありまして、その中で2人きりで生歌ライブをやってますし、で割と気の知れたもう本当に、レコーディングでもいつも一緒してる、メンバーなので、ね、とても心強いんですよね。で新しく加わってもらえた坂本夏樹くんのギターが炸裂みたいな、はい、そしてまたさらにスペシャルゲストも来てくださった、うん、ということなんですが、はい、そうなんです、はい、僕がですねもう8年以上お兄さんと お兄ちゃんという、ずっと慕っています、小袋の小渕健太郎さんがスペシャルゲストで来てくださいました、はい、ね、もう急に空気がガラッと変わったんですが、実際に演奏されてどんな感じだったんですか、はい、ステージ上ではあまりこうあまり尊敬しすぎたりとか、そのへりくだりすぎてはいけないなと、同じそのミュージシャンとしての視点でいなければいけないなっていう気持ちもあったりしたので、もうそこはもうさすがお兄ちゃんなんで、僕の方をどんどんこうほぐしてくれて、で安心させてくれるような、そんな素晴らしい時間だったので、僕も自分らしく一緒に歌うことができたなと思いますね。実は、うん、小渕さんからも話も伺ってるんです、はい、はい、それちょっと一緒に見ていきたいなと思います。それは知らなんだお疲れ様でした。では今日のまず感想からまだ出てきてほやほやですけれども、どんな感じですか。いや最後の曲までちょっと横で見させてもらったんですけど、本当にこうスポットライトがまたこう似合う、こうどんどんバキバキと大きく大きくなってきた武志くんを今日は目の前で見れて、すごい前回のライブにも参加させてもらって今回なんですけど、ものすごいまた優しさと強さとこう持った歌声を今日もう本当に大放出していたので、見ててちょっと本当にもう感動しました。ひょんなことから出会った武志くんがその頃こうやっていた自分の音楽の規模と今こうやろうとしている夢の大きさがもうすごくこう延長上にしっかりあって、間違わずに一歩ずつ登ってきたなって思って、でも天の川っていう曲やヘイブラザーっていうのを一緒に曲を作ったんですけども、それを作った後また彼はいろいろ考え、そしてこう何が音楽にとって大切かみたいなのをすごくこうまた身につけて今日ステージに立ったなと思って、今日の三井ホールはきっとこう忘れられないライブだったんじゃないですかね。いやどうでしたか。いやなんかこれまでそのホールライブじゃなくてもいろんな場所でそのライブやってるところとか、あといろんな日々の活動とかを見てくださってたんで、なんかすごい感慨深いというかですね、実は話を伺った時に、いや僕は気持ちはファンの皆さんと一緒なんですよっていうことも実は言ってらして、うんうん、ずっとそばにいてくれるという、これがやっぱこう一つ その大きな力というか、で改めてこうやって見ると実感しますよね、うん、小渕さん実はメッセージも送ってくださってますので、メッセージ、はい、私のメッセージ、はい、そうです。たけちゃん本当にお疲れ様、ステージから降りてくる姿もかっこよかったし、歌ってる横から見てる汗だくだくももうかっこよかったし、でもなんかこう君がどんなに大きくなろうと、どんな場所で歌おうと、あ僕の役割は変わらないなって今日確信しましたね。君の歌声を応援しよう、なんかこういいなと思った気持ちをずっと持ち続けていられるこの、エネルギー、これにきっと僕も含めファンの皆さんも温かく見守る気持ち、これはもう本当変わらないので、どうぞ自分の好きな道を歩んでください、陰ながら応援します。どうでしたでしょうか、小渕さんのインタビュー。8年前に初めて出会ってから今おっしゃってたような気持ちっていうのは何も変わらない、その無償の愛をずっと受け続けてるっていうのをやっぱ感じてますので、途中でそのくじけそうになった時とかもやっぱそういう言葉がそばにあったからその音楽を続けられたというのは僕の正直な気持ちだし、もちろんそのファンの人たちと同じ気持ちですっていう言葉も本当に本物の言葉だなと思いますので、なんか改めてこれから僕がその音楽を通じてその受けた愛情を今度お客さんにどれだけ返していけるんだろうかということを今ものすごくこう考えましたね、感じました、うん、ではいよいよラスト3曲を紹介したいと思いますが、はいはい、
明日の少年、はい、君の力、はい、Thank you and love、はい、ね、もうライブもね、その後半戦思い返してももうね、マラソンの30キロ地点を過ぎた、あのいわゆるランナーズハイ、ここで言うとシンガーズハイみたいなものがやっぱありまして、もうみんなの顔が本当にどん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 元気に明るくなってくるのがやっぱ快感なんですよ、やってる歌ってるものとしては。そのためだけにやってるような曲があるので、ではいよいよサウンドステーツのラストといえば例のあの振りがあるんですが、覚えてらっしゃいますか？こういう感じのやつですねちょっと怪しいですね。あのもう一回ご教授願います。はい、はい、じゃあこんな感じです。スマイル、ドリーム、アンミュージック、サウンドステーツですよね、はい、覚えてます。覚えてますね、はい、覚えてました。これで大丈夫ですね、はい、覚えてました。じゃあ、はい、一緒に行きましょうか、はい、お願いします。はい、スマイル、ドリーム、アンミュージック、サウンドステイツ、バッチリですありがとうございます。新曲いくぜ。見えない明日の光を探してる、空に燃え立つような声が湧き上がる、仲間たちの白いユニフォームが踊る、朝もや風の色、心を過ぎてゆく場面、それぞれの願いを受けて最終打席の君は静かに目を閉じた。言葉を失ったまま遠く思い出す、大人になるために引き換えにしたもの、どんなに時が過ぎ我を忘れることも忘れ、風のない世界に生きても、あのラストボールを君は待ち続けるだろう。少年を抱きしめて、熱い涙が胸に耐えるまで、二度と戻らない季節を君の瞳に探してるのさ。石の向こうに高くボールを打ち放ったまま、行方すら追わずに君はただ走った。今暮らす街から遠い空見上げるたびに聞こえるんだ、あの時の振り絞る声が、遠くへ遠くへと叫び続けてる。
君の力。走り続けた道を泣き濡らす日もある。誰だって自分の行く道は今ここで紡いでるのさ。時を超えたただ一つの物語の上で越えてゆけ。月が昇る同じ光を連れて次の太陽が生まれる。誰もが輝ける場所を遥か彼方に探してる。今だってその背中照らす
Thank You and Love You という曲をお届けいたします。以外に僕らがやるべきことなどない。それぞれの荷物を懸命に背負って泣いたり笑ったり、今日も終わるね、飽きるくらい願ってきたものや暮らしを手にしても、本当の幸せはそこにはない。未来ばかりを考えてないで、目の前にいる君を見つめてみる。生まれた日から僕らは知ってる、100年後だってきっとなくならないもの、頼れるものが見えなくなっても、今度こそはきっと忘れないよ。今夜は星を君に見立てて、 Thank you and love you。 そうだよね、分かってるんだ、人を愛することほどに安くて忘れやすいものなどない。忘れたってなくなりはしないのだから、泣くことに飽きるまで泣いてもいい。涙の色を僕らは知ってる、知らない